テルモトガモンはグラムイン性干菌高熱性の細菌群を含む門である熱水噴出口や油田金棒に生息し有機物を発酵する系統的に他の細菌門とはかなり離れているテルモトガの名称はギリシア語で「熱い」を意味するテルモタイト干菌の両端内いは片側に持つ鞘叶状の構造が。 古代ローマのトガに例えられたことに由来する。2018年現在、この門には12属51種が属す。ほぼすべてが、いやけ条件下40摂氏80度程度で、有機物を発酵する、高熱性の変性嫌気性従属栄養生物で、ある。多くの場合用を最終電子受容体に使用する。細胞表層構造は独特で、トガと呼ばれる。 サヤ状の構造を持つ。このトガは一般的なグラム陰性菌の外膜と騒動の構造とみなされるが、それとは異なるという見解もある。細胞壁がリゾチームにより分解を受けるという点でも通常のグラム陰性菌とは異なっている。大抵は弁毛を有している。この門の中ではサーモトガマリチマが最も広く知られる。T マリチマは 指摘増殖温度が摂氏80度、最高増殖温度が摂氏90度もあり、細菌類の中ではアキフェックスに次いで高熱性が強い。嫌気性菌であることを含めてもアキフェックスに比べ培養がはるかに容易なこともあり、広く研究に使用されている。テルモトガツナサーモトが、ありがとうございます。